新鮮地下鉄3号線は中華、人民共和国関東省新鮮市福田区の増田駅から龍三影区の総流駅を結ぶ新鮮地下鉄の路線。かつては龍三影線と称されていた。計画当初は3号線と称されたが、2008年4月23日に新鮮市企画局は龍三影線と解消することを発表した。 その後、2013年10月17日、公式ブログにおいて、路線名を3号線に戻すと発表があった。3号線の第一期工事区間は2007年7月に着工され、2010年8月11日に工事が完了、運行システムの調整など開業に向けての準備が進められた。高架駅15カ所、半地下駅1カ所。 地下駅6カ所及び横岡車両基地が設置され、全長は 32.859km とされた。第一期工事区間の降格区間である、総流駅から草穂駅の間は2010年12月28日に営業開始した。第一期工事区間の内総保駅から紅れ駅の間は、2008年5月に着工された第二期工事区間である。 紅霊駅増田駅区間と同時に2011年6月28日に開業した。車両車、液晶ディスプレイ2015年以降の電車車、ありがとうございます。